はい、ダメージマン。はい、皆さんこんにちは。はい、ダメージマンです。今回はですね、こちらの、リンクスに、サビデュアをね、つけて、今回はプレイしていきたいと思います。まあね、今回のセットアップ、まあ、上位層の編成というよりかはね、まあ、チャンプでも、マスターでも、まあ比較的、まあリンクス使ってる人多いと思うんでね、まあ今回は、こちらのリンクスにね、サビを乗っけてみました。でまあ、モジュールの方は、アンプ3色で今回はやります。そして、アクティブモジュールがフェーズシフトですね。では、リンクス、なんといってもね、ステルス機体なのでね、まあ、ステルスで、グレーゲージの方を回復して、で、まあ、キル、取っていくと、スピードもね、上がるという。まあ、やっぱりね、このゲームにおいて移動速度っていうのはね、重要なんで、今回はこちらで。で、パイロットの方が、こちらの方ですね。まあ、今回は、こちらの方を使って、プレイしていきたいと思います。それでは、バトルの方へ、どうぞ。はい、バトル始まりましたね。まあね、なんと言っても、まあ、マッチにね、まあ、必ずと言っていいほど敵味方にやっぱリンクスっていますよね、初手で。まあ、そのぐらいね、割と使用率がね高い機体なんでね。まあ、まずは3色アンプでやってるので、まあ、ちょっと被弾もしつつ、まあ、普通に立ち回っていく上で、まあ、ケストレルで回復してって感じですね。まあ、ここは相手がね電撃なので、しっかりと距離取って、でまあね、残り HP 少なくなって撃ってる時、あそこでフェーズシフトを使わなかったら、まあ、多分死んでたんですよ。まあでも、あそこで撃ちながらフェーズシフト押せば、まあ攻撃もね、しっかり入ったところで無敵になれるんでね。ここはね、生存できたのは非常に良かったですね。でまあね、フォースフィールドが破壊されるまでは、まあ基本的にはね、ステルス。フェーズシフトは残していく状態にしておくことですね。でまたステルスが使えるようになったら、しっかりと打ち切って、まあ、ステルスがねできれば終わる前に車線は切っておきたいところですね。でもなんといってもまあね、アビリティのクールタイム短いのでね、どんどん使えます。ではここは母艦も溜まってますしね、まあ、フォースフィールドも、まあ、まだ、まあ、ちょっと壊れてる状態なんですけども、まあ、被弾がね大きくなった状態でステルスを使いたいんでね、まあ、被弾するまでは基本ね、ステルス使わないで、まあ、ここでもね、まあ、正直グローリー打って、まあ、やばいって思うかもしれないんですけども、しっかりね自分にグローリーが当たって、まあ、HP のゲージを見てね削られるってなるまでは基本的にねあんまりステルス使わなくても被弾抑えれます。まあ、なのでそこはねしっかり HP のゲージを、まあ、見る余裕があったら見てって感じで戦ってますね。ではここもねこの距離で、まあ、グローリー当てられてもね、まあ、リンクスですと、まあ、全然被弾しないんでね、まあ、ここは余裕持って、
まあ、ステルスを吐かないで、まあ、今ですね、まあ、今リンクスもちょうどね、まあ、クールタイム挟んでる状態で、まあ、ここはちょっとね火炎のシャラングがいたんで、まあ、ここはすぐにステルスって感じでしたね。でまあリンクスがミリ残しだったんで、ここはねしっかりとやっていってしっかりやれましたね。ではとりあえず、まあ、このシャランガをね、まあ、割と削れる状態だったんで、まあ、母艦も溜まってますし、このままね、しっかり真ん中取って倒せましたね。でまあね、アバロンとねやっぱケストレル組み合わせるとね、まあ、すぐにグレーゲージがタイプしてくれるんでね、非常にありがたいです。まあ、この、ね、左の状態以上のフォースフィールドを見ながらね立ち回るのもいいんじゃないかと思います。これがね欠けてるマークが出てると、まあ、フォースフィールドがね溶けてる状態なのでね、今ですね、まあ、欠けてる状態、まあ、そこから欠けてる状態から完全になくなると普通にね硬くないですし、ダメージも普通に通ってしまうのでね、まあ、正直割れたマークが出てからは立ち回りに気をつけた方がいいですね。ではここはねインドラ、まあ、自分に向かって打ってきてないですし、まあ、ここは、まあ、打ってきたタイミングでステルス使って、まあ、しっかりねサビ武器、サビの効果がね付与されてるんで、まあ、ここはしっかりとねちゃんと打ち切って相手にねサビの効果をつけてビーコンを踏ませないようにうまく倒せましたね。まあ、正直この状況ですとね、まあ、被弾したところでダメージが少ないっていうのもあったんで、まあ、しっかりとね体を晒しても大丈夫な状態でしたね。ではここでねフライスいいんですけども、まあ、大体ね間隔で、まあ、高さあって、まあ、ロックオンせずにねうまく倒せましたね。やっぱ8秒のねクールタイム短いんでね、アビリティの回転率がいいとね非常に使いやすいですね。でまあこのねステルス、まあ、なってる状態でねもうフォースフィールドがねまた復活してるんでね、また削るのにも、時間がかかると、まあ、こういうリンクスがね戦場にいるとやっぱ倒すのにね、時間がかかりますしね、リンクスの方に意識がね行ってしまうんで、その間にね戦況が大きく変わってることがねありますね。13キル、まあ、600万のダメージ、まあまあいいですね。まあ2戦目は、バレですね。まあここもね対面リンクスでしたね。同じセットアップですね。まあでもしっかりとここで倒しきりましたね。まあ、リンクスはね、まあ、そこまで中央ビーコンを無理に取りに行くようなね機体じゃないので、まあ、じわじわと、まあ、削っていきながらね敵をねうまく翻弄しながら、まあ、ヒット&アウェイでねどんどんこっちにヘイトを向けてる状態を、まあ、意識しながら、まあ、チャンスがあればビーコン取ったりね、まあ、うまくキルできるタイミングとかをね見計らって、まあ、立ち回ってますね。まあ、この状況ですと、まあ、全然勝てる状況なんでね、フォースフィールドも残ってますし、まあ、なんといったってねステルスがすぐ使える状態なんでね、まあ、ここはうまくいきましたね。
まあ、ここでねちょっと真ん中ミーコンに敵がね、いたんでね、ここはしっかりと、接敵して踏まれないようにしていきながら、イムギもしっかりと倒していきますね。キュリーはね追加の耐久値がありますし、シンプルにね硬いですよね。まあ、サビ武器ねある程度火力あるんですけども、このキュリーに対してはねうまく削り切ることがね難しいですね。で今ね4点取られそうなんですけども、まあ、正直ここでね真ん中のビーコン絡んでもね倒しきれないんでね、キュリーを。まあここはめっちゃ隙を見てちゃんとね HP の低いオピオンを倒していきます。じゃあまずはねちょっと真ん中取りづらかったんでね、右のビーコンから取り返していく感じですね。でまあちょうどね白染めできますし、青にもね染めれる状態なんで、まあ、しっかりあそこで母艦を使って、でまあキルも取っていけばねすぐに母艦また使える状態なんでね。でここはラススタ終わってから撃ちます。まあ、おちょこちに対してもね、ちゃんとね武器を見ながら削られる武器かそういうのね判断しながらステルスのタイミングを考えてますね。まあここもね焦らずハザードですね、ハザードとディケイだったんですけどね、まあ、正直動き回ってたら当たらないっていうところもあってステルスは温存しましたね。でまあここもねしっかりねフォーク打たれてるんですけども、まあ、HP ゲージをね見ながらやってればねここはね削られてなかったんでね、まあ、焦らずフェイズも使うことなくね温存できましたね。まあ、ここはね真ん中に味方来てくれたんで、まあ、2人で組むことによって、まあ、すぐ染めれるんで、ね、まあ、すぐに入りましたね。ではここアングラー、まあ、竹爆でね、まあ、こっちもイージスありますし、まあ、シンプルに竹爆自身の火力が低いんでね大きくねダメージが減るまでは、ステルス温存でしたね。でまあここは、まあ、なるべくねすぐにビーコンに絡みたいっていうところがあって今のステルスを使ってビーコンを踏みに行きましたね。まあこの状況で今まあ、5点踏まれてますね。で正直きついですねこれは。でまあルチャドールに対してねしっかりサビ浮き付与させてね、まあ、時間あれば合わせそうなんですけども、まあ、その前にねちょっとビーコンの方が非常に厳しいですね。まあここでもねうまく、サビで回復させないでうまく、リンクスで、ルチャドール倒せましたね。いやーちょっとね今のは厳しいバトルだったんですけども、まあ、しっかりリンクス生存できましたしうまくいけたんじゃないですかね。いいですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりねリンクスなんといってもフォースフィールドがねあるんでやっぱその間にね攻撃を耐えてでまあアビリティ使うことによってグレーゲージをね回復できるっていうのも強みですね。でまあなんといってもねアビリティ使えば耐久値のね低い敵を、まあ、確実にやれるっていうのもありますし、まあ、ステルスを使って被弾しないで、まあ、逃げ切ってねまたフォースフィールドを復活させるっていうのもね非常に厄介なね立ち回りもできますし、やっぱ敵にねこのうまくね
ヘイトを向けたり、まあ、ちょっとね、チクチクして攻撃して、まあ、相手を、ちょっとね、イライラさせるような、まあ、立ち回り、できるね、機体でしたね、これは。まあ、普通に、使えますね、やっぱり。これは良かったですね。まあ、他に、やってほしい、セットアップがございましたら、まあ、コメント欄にね、書いていただければ、嬉しいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。